キャプラン TR5 フライルー、ティターンズテストチームによって運用された、ORX005 ラプラン TR5 ファイバーの、コアユニットとして使用されていたラプラン本体に、ガンダム TR1 ヘイズルで運用された強化パーツ、FFX29 フルドドの試験結果から開発された、新型増加パーツフルドド2を装着した形態のことを、キャプラン TR5 フライルーという、型式番号は、ORX005 と変更されていないが、一部では、ORX005A という型式で表記されることもある。もともと TR5 ファイバーは、領域支配型の大型モビルアーマーとして運用されるべき機体であり、モビルスーツモードでの運用は基本的に想定されていない。だが、カムチャッカ半島で運用された際には、モビルスーツモードで運用されており、MS 形態でもこの機体の有用性が証明された形となった。ティターンズテストチームの兵装の開発を行っている、コンペイトー交渉の技術陣は、MS 形態での運用に着目し、この機体をも、さらなる技術発展のベース機として様々な改修を施したのである。この結果、ファイバーの領域支配機という、カテゴリーを本機も受け継ぎ、領域支配機として分類される構成の機となった。簡単に言えば、TR5 フライルーとは、ファイバーのコアとして運用されていた。ファイバー用の大型複合防御バインダーを、RX121 ガンダム TR1 ヘイズル用シールドブースターまたは、通常のキャプラン用ブースターバインダーに差し戻し、水力、武装強化のためにフルドド2が装備された形態なのである。無論、オプション装備に関しては、これまでの TR シリーズ同様非常に柔軟性に富んだ運用が可能である。そのため、様々なオプションを装着した状態での運用が模索された。この結果、本機は、可変モビルアーマーとして元来持つ領域支配性を、さらに上回る機体となっている。ORX005 ラプランは、その運用に、強化人間やエース級パイロットなどを想定しており、一般的なモビルスーツパイロットの操縦を想定していない。だが、グリプス戦役末期には、いわゆるニュータイプパイロットや、強化人間以外のパイロットが行った運用によって、高い戦果が残っている。これはティターンズテストチームによるテスト運用の結果や、実際に運用したパイロットのデータが、相互にフィードバックされたものと考えられ、こういった回収点を含めて、ファイバーの運用にフィードバックが見られるのである。当初、ファイバーのコアユニットを空間戦闘で運用した際には、キャプランの特徴的な衣装の一つである、ブースターバインダーが撤廃された、というよりも、ファイバーとしての大型ブースターが装着されていた関係上、存在しなかったと言った方が正しいのだが、当初は、ヘイズルで用いられていた、シールドブースターを装着した形で運用されていたのである。このシールドブースターも単体で用いる場合と、フルドドの保持パーツを用いて、ツインシールドブースターとして用いる場合といった形で、複数の運用パターンがテストされた記録が残っている。しかしながら、フライルーの実戦運用時には、この部分は、一般的なキャプラン用ブースターバインダーに差し戻されており、バランス面で秀でていたものと思われる。加えて、背部、腰部などにフルドドを改良した強化パーツ、フルドド2を装着した形が、フライルーの通常フォーマットとなったのである。フルドド2が装着された状態では、腰部から背部にかけてフルドドがフライルーに装着される形になる。この状態では、肩部から背部にかけての部分に、強化パーツの様々な要素が集中することとなる。
そして、フルドド2は、フルドド以上にフレキシブルな運用が可能となっており、柔軟かつ様々なオプション運用が可能となるのである。特にブースターパーツには、連邦軍が開発した様々な兵装の運用が可能なジョイントが存在し、フルドド2そのものが、兵装プラットフォームとしても機能するようになっている。そして、フルドド2の、ブースター後部の強化パーツ装着用ラッチには、これまでの TR シリーズ同様、様々なオプションが装着可能であり、その用途は多岐にわたるのである。例えば、剣舞強化ブースターポッドは、追加ジェネレーター、強化パーツ装着用のラッチ、ビーム砲、クロー右肩部などが集中する。追加ジェネレーターは、TR シリーズに共通する新型ジェネレーターで、本機の出力の底上げを行っている。右肩部に装着されるブースター先端は、フルドド同様にクローとしての運用が可能であり、伸縮も可能である。また、内部にビーム発信機があり、バレルを接続することで、ロングビームライフルとしての運用も可能である。このラッチには、大型火器の装着も可能で、さらには MRX-009 サイコガンダムノーデスラも装着が可能とされる。余談ではあるが、この形態をサイコラプランと称する。同様に、機体後部に存在するラッチには、隠し腕として運用可能なスタビライザーや、ウインチ式キャノンを装備可能である。フライルーアリミッターによって、性能そのものは 70% に抑えられている。これは、先に触れたギャプランそのものが、もともと強化人間などの運用を前提としているためにある。マルチアームユニット、機体背部に装備されている多目的アームユニット、ヘイズル海のサブアームユニットに類する役割の装備である。ショルダーユニット、ショルダーユニットには、ショルダークローユニット右肩と、ショルダースラスターユニット左肩の2種類が存在する。クローユニットは、武器保持用のハードポイント兼補助推進機として、スラスターユニットは、ジェネレーターを内蔵した補助推進機として機能する。武装、ビームキャノン、ムーバブルシールドバインダーに内蔵されている。ビーム発信機がバインダー内のジェネレーターに、直接接続されている直結型のため、レスポンスと出力が非常に高い。ビームサーベル、サイドアーマー内にマウントされている、ロングブレードライフルが、格闘専用の武器としても使用できるため、補助的な装備となっている、ロングブレードライフル、ビームピストルに、ロングブレードバレルと、スタビライザーユニットを装着した。長距離狙撃用のビームライフル、長い重心の下部には、ヒートブレードが装備されているため、格闘戦にも対応することができる。ティターンズテストチームがラプランを回収した機体かつ、ガンダムインレの戦術実証機であり、兵器を搭載する母機、弾道軌道での超音速進行を両立した機体を目指し、フルドド2や各種パーツに換装することで、すべての戦場を短期で支配する絶対的な戦闘能力を持つ本機、ギャプラン TR-5 フライルーについて、あなたはどのような印象を持たれたでしょうか？コメント欄より教えていただけましたら幸いです。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。